こんにちは、デリッシュキッチンです。千切りキャベツのハンバーグを作ります。ボウルに合い挽き肉 200g、 千切りキャベツ 100g、 卵1個、塩小さじ1/3、胡椒少々を加えて粘りが出るまで混ぜます。この種を6等分にしましょう。空気を抜きながら丸く成形します。中央をくぼませましょう。フライパンにサラダ油大さじ1/2を熱し、種を並べ入れ中火で焼き、焼き色がついたら裏に返します。蓋をして弱火で 7-8 分焼いて火を通します。ハンバーグを端に寄せ、キッチンペーパーで余分な油を拭き取りましょう。ケチャップ大さじ2、ウスターソース大さじ1、有塩バター 10g を入れ混ぜながら一煮立ちさせます。ハンバーグに絡めて完成です。包丁いらずでとっても簡単。以上、デリッシュキッチンでした。